今回のそのキリンのこの取り組みのちょっと活動をぜひ教えていただければと思います。はい、JFA キリンスマイルフィールドは昨年の9月から開始したサッカー教室で、岩手、宮城、福島の3県の小学校に手を挙げられる学校を全て回ろうということで今活動をしています。全部回ってるんですね。はい、で本日のこの福島の相馬市の飯東小学校で300校目を迎えました。はい、じゃあ震災のどれぐらい後からされてるの？すぐ、はい、2011年の9月で1日からですので、はい、震災の半年後から始めてます。じゃあもう1年なんですね。1年3ヶ月4ヶ月経ちますね。300回っていうとほぼ毎日、そうですね、今日も他の学校2校で開催してますし、だいたい1月で3、40校ぐらいで開催してます。もう毎回こうキリンの社員さんがお手伝いされてるんですか？はい、うちの社員も立ち会うようにしてまして、校長先生にキリンの取り組みを伝えたり、逆に小学校の現状を聞いたり、そういった形で、復興についてこう途切れさせないように今続けてます。サッカーもう選んだ理由って何かあるんですか？はい、キリングループはですね、1978年から日本代表を支援してまして、今年でもう34年目になります。で JFA さん、日本サッカー協会さんとも一緒に取り組みしてまして、今回も JFA キリンスマイルフィールドということで一緒に取り組みをさせていただいてます。サッカーキリンさんですか？そうですね、はい、で元日本代表の方も来ていただけるというのは、そういった長年の積み重ねがあってかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。県の教育関係者の方にお話に上がったのが昨年の11月ぐらいにお伺いさせていただいて、それから、ようやく応募いただいてから、参加が開催が決定したのが2月。やはり学校の除染の問題だとか、学校の関係者 PTA の方とのやっぱり協議っていうのは、学校関係の方も非常にご苦労されているっていうのは校長先生並びに先生からたくさん聞いております。し先生の話を聞いても、子どもたちがやっぱり校庭で遊んだりとか公園で遊んだりということがこの1年間ずっとできなかった、この機会においてそういう笑顔が見れて元気さがまた取り戻せたということは私自身も実感しますし、多分子どもたちが一番それを感じているんじゃないかなと思います。